グワカルオ、すぐはカルオのお暇なら映画でも。皆さんご機嫌いかがですか。すぐわです。まあファスト映画 YouTuber が逮捕されたことによって映画を扱うこの YouTube のチャンネルっていうのも、まあ、たくさん削除とか非公開とか、まあ、自主規制とか、そういったものがたくさんあると思うんですよね。みんな多分ちょっと怖いというところがあるんだと思うんですよ。まあ、いわゆるファスト映画、あれですね。あのファスト映画はアウトだというふうに僕も思うし、運営していた人たちもね、アウトだと認識して動画を作っていたんだとは思うんですよね。まあ、だからこそ映画のタイトルをね、わざと書かないで何か戦場的な、人々の興味を引くようなね、感じのことを書いてアップしていたんでしょうから、当然、ダメなことをやってると分かっていながらやっていたんだとは思うんですけど、まあもちろんね、今回のあの YouTuber の逮捕っていうのは、今回たまたま YouTube だったっていうだけで、これが SNS だったり、ブログだったり、まあ個人のこのホームページだったりっていう場合だってあり得るわけですね。どれにしたって同じなわけです。で、まあ僕が個人的に恐れているのはですね、今回のこの事件によって、インターネットで映画に触れることそのものがタブーだというふうにみんなが認識しちゃうことが、非常に怖いんですね。映画文化が衰退してしまうんじゃないかというふうに思うんですよ。で、もうね、正直実際に一段落衰退したんじゃないかというふうに僕はちょっと思ってるんですよね。まあちょっとね。この映画について喋っちゃダメなんじゃないかっていう考えが、特に YouTube はそうなんですけど、もしかしたら他のブログとか、SNS とか、そういったところでも、今回の逮捕によって、喋っちゃダメなんじゃないのかなっていう考えが、頭をちょろっとよぎるっていうことは、今回の事件のことを知っている方で、映画ファンの方であれば、よぎるっていうことはあるんじゃないかと思うんですよね。だからもしかしたら映画を見てもですね、まあ、新作だろうが旧作だろうが、映画を見ても見ました、面白かったとか、その程度の感想しか言っちゃダメなのかなって思った人もいるんじゃないかなというふうにちょっと思うんですよね。どこまでならいいのかっていうのが非常にわからないというところがあると思います。で、今回の事件の報道でもですね、まあ、映画本編の映像の切り張りがダメだっていうのは、まあそりゃそうだろうなと思いながら聞くと思うんですけど、その他の要素についてですね、まあ例えば内容に触れていたとか、ネタバレがダメだったとか、オチまで書いてあるからとか、この今回の YouTuber のこの逮捕理由が非常に多岐にわたって報道されていて、報道のされ方がすごく曖昧で抽象的で、どの部分が実際問題ダメだったのかとか、映像、実際の映像、音声、音楽、そういったものだったからダメなのか、それとも中身に触れているっていうこと自体がダメなのか、どこまでなのかっていうのがわからないっていうのが非常に困ったとこだというふうに思うんですよね。それってつまり映画について喋ったら逮捕になるってことですか？みたいなね。そんなわけないと思うんですけど、ただ真面目な人ほど今回のことで萎縮してしまうっていうことがあるんじゃないかと思うんですよ。でもですね、まあ僕も含めて映画好きの皆さんはですね、映画について喋りたい、語りたいというふうに思うわけですね。そういう欲求は絶対にあるわけで、だからこそ映画ファンの人たちは映画関連の YouTube を作ったり、ブログに書いたり、ホームページに載せたり、SNS で映画の話題に触れたりしているわけですよね。で、まあ僕自身はですね、映画チャンネルを YouTube でやっているわけですけど、横のつながりとかは全くなく、一匹狼として一人寂しく映画チャンネルをやっているわけですけれども、でもですね、 YouTube の他の僕以外の他の映画チャンネルの仲間たちの皆さんにとってもですね、今回の動画は参考になるんじゃないかなと思ってですね、今回弁護士の先生にお話を聞くという動画を作りました。まあ僕個人についてのお話っていうのは、まあね、裏の方で、やったわけですけど、今回の動画では主にですね、この映画系 YouTuber みんなが一番気になってるであろう引用というところに重点を置いて、弁護士の先生にお話をお伺いいたしました。まあ、ある程度長い動画になっていますんで、まあ最後まで見てもらいたいんですけれども、そんな長い動画見る時間もなければ見る気もないというお忙しい
映画 YouTuber、 映画関連の素人の皆さん、素人の皆さんって言い方あれだけど、僕も含めね、いわゆる関係者、映画関係者じゃないところから映画を語りたいと思っている皆さん、長いのは見てられんという方のためにですね、最初に結論をもう言います。要は映画だろうが、まあ、アニメだろうが、漫画だろうが、本だろうが、新聞だろうが、絵画だろうが、まあ、何であろうがですね、著作物というものは著作物というものに触れて、それに触れた結果、それは侵害している、著作権を侵害しているというふうに言われたらですね、もう次は裁判なんですね。そのぐらい引用の線引きというのは曖昧なんです。引用の要件を満たしているというふうに自分で確信を持っていても侵害だって言われたら、もう次は裁判で戦うしかないということになってくるんだということが、今回の動画で分かりました。でもですね、これを見ている映画を愛する YouTuber とかレビュアーとかブロガーといった皆さん、大丈夫だと思います。皆さんが作品に対してこうリスペクトを示してですね、愛を持った評論をしてさえすればですね、これまでと何かを変えるという必要もなく、萎縮するという必要もないというふうに僕は今回お話を聞いて思いました。まああくまでこれは僕の考えですけど。で、リスペクトっていうのは何もですね、けなすな、褒めろという意味じゃなくてですね、まあたとえその作品のことをボロクソに言ったとしても、そこに愛があれば何ということはないはずだというふうに僕は信じています。映画業界の人たちは映画文化を壊そうというつもりで、今回のこういう逮捕ということが起こったわけではないんだというふうに僕は思っています。今回は弁護士法人はやぶさ総合法律事務所の加藤幸秀弁護士に登場していただきまして、まあ、いろいろとお話を伺っていこうというふうに思います。加藤弁護士はですね、弁護士加藤交渉人という YouTube チャンネルを運営しておりまして、僕もこの加藤先生の YouTube チャンネルを見て、まあ、実際は、フォロワーの方にこういう動画ありますよっていうのを教えていただいて、で見させていただいて今回オファーを出したという経緯がありました。まあ、加藤先生は二次創作による同人誌なんかにも、非常にね、文化の発展を促す存在であるっていうふうに理解を示していただいている弁護士さんということで、今回お話しするのも非常に良いのかなと思って今回はお呼びいたしました。ということで加藤先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。弁護士の加藤です。よろしくお願いします。まずはじめに、はい、こちらの動画をご覧いただいている皆さんに私から申し上げたいことが一つありまして、はい、今回の動画のテーマ、一番問題になっているそのファスト映画ですよね、はい、ファスト映画で、まあ、実際の逮捕者が出たということ、うん、今回問題になったこのファスト映画っていうのはもうオリジナルの映像作品をまあ切って貼って、うん、10分ぐらいにガッと押し縮めたというものなんですが、はい、これはもう漫画村などと一緒のようにそのオリジナル作品をそのまま、インターネットに載っけるのと同じだけ、まあ、非常に悪質、もう完全に著作権法違反ですし、損害賠償や刑事罰の対象になるものだと思います。これに対してつぐわさんの動画拝見しましたが、映画の解説がメインとなっているつぐわさんの動画についてはこういったファスト動画とは全く別物、質的に言って違うものじゃないのかなと私は感じました。まず最初にそれだけ申し上げておきます。ありがとうございます。非常にお気を使っていただきまして。ありがとうございます。まあ、加藤先生、いろいろと動画を YouTube にも出しているんですけれども、一番これ今、再生されている動画は、ひろゆきとゆたぽんについての動画ということで、時事ネタがやっぱ一番再生されるんですよね。そうですね、まあ、今、旬の話題というものを弁護士の立場から言うと、うん、こういうところが法律的にこうだよっていう、まあ、動画とですね、うん、あとはまあ一般的な相続とか離婚とかですね、皆さんが関わり合いの深い、まあ、法律問題についても、なるべく分かりやすく、まあ誰が聞いても分かるようにっていう動画を心がけて作っています。あとは交渉人って言ってるように、ネゴシエーションですね、うんうん、交渉のやり方についても、ご案内しているチャンネルになっています。そうですね、一番最近のやつは、遺言を親に書かせる方法みたいな。あれはなかなか面白かったです、見ていて。ありがとうございます。あ、なるほどね。子供の立場から親に書いてくれっていうと非常にね、
いやー言いづらいと思いますね。はい。そうやって具体的にどうしたらいいのかってことを考えたりしています。そうですね。交渉、そうやって交渉していくのかと、非常にためになりました。弁護士さんの相談料が30分5500円って、書いてあって、僕、まあ、当然、今回僕、弁護士さんとお話しするの生まれて初めてなんですけれども、よろしくお願いします。きっと、これまで幸せな人生を送られてきたんだよかったです。で、僕の認識だと多分昔どっかのテレビで見たんだと思うんですけど、相談料ってなんか1時間3万円とか、そんな風に聞いたことがあったんですけど、かなり安いですよね、そう考えると。まあ、お高い先生は確かに1時間1万、3万とか、いう先生も、弁護士もいます。まあ、ただ一般的なところは、だいたい1時間1万と消費税、で30分なら5000と消費税というところが、まあ、私の感覚ではどうだろう、6、7割かなと思います。人によって違うんですね、その相談料っていうのは。そうです。初回相談無料でやってる弁護士もいます。ありますよね。CM とかで見るやつは大体、そうですよね。なるほど。まあ、この加藤先生はですね、ツイッターもやっておられて、はい、そのツイッターにはですね、非常に面白い漫画が載っていまして、ぜひ皆さんもそっち見てもらいたいんですけど、加藤弁護士というのはこういう人物だっていう漫画があって、その中に衝撃的なセリフがありまして、加藤先生裁判に行ったら僕は負けだと思っているという、はい、なかなか面白いセリフがありましたけど、それはやっぱり交渉人として、裁判に行くまでに何とかするっていうのがあるんですよね。おっしゃる通りですね。裁判になってしまうとものすごく時間もね、お金もかかってしまうと。しかも裁判、うん、どんなに短くても半年ぐらいかかっちゃいますから、その間ね、こっちから出して、まあ、そうすると次相手から反論出るんですね。うんうん、そうすると、また向かってくるわけです。そんなこと言ってねえみたいな風に。なので、それが続くだけでも非常にストレスになってくると。で、あるならば、なるべく交渉によっていいところで話し合いがつけばなというふうに。で、まあ、そのことをですね、ネタ先生という先生が、漫画家の先生がいらっしゃいまして、はい、話をしていて、それはぜひちょっと漫画にしてもいいですかって話になりまして、漫画にしてもらったのがこれでした。で今回その著作権にも絡んでくるんですが、はいはい、この先生もやっぱりいろいろ著作権について思うところがあって、どこで使ってもいいですよ。著作権フリーだと。いうふうで、今回、まあ、双方でね、約束して、なので私のこの、交渉人加藤漫画がどっかで紹介されても私は全然えっちゃらですしというふうで、なるほど、双方でやってると。じゃああれですか、今回のこの動画にせっかくなんでちょこっとだけ乗っけるっていうのも OK なんですかね。全く問題ないです。そうなんですね。じゃあ、ちょっと乗せておきます、この面白い。すごい先生で、少年ジャンプで僕のヒーローアカデミアという漫画のスピンオフを、はいはい、ドラッグ連載されていた、うん、非常に面白いユニークな先生なので。まあ僕ら気になるのは著作権についてなんですね。この例えばテレビとかを見ていると許可が取れなかったんでイラストで紹介しますとか、そういうのをよく見たりもするし、あと例えばまあタレントさんの宣材写真をテレビでピョンって出すときに、写真じゃなくてそれをイラストに加工していたりとか、そういった場面っていうのがテレビを見てるとよくあるんですけれども、これはどういった理由というか、どういったことでそういう実際のものと違うものを使っているっていうのはあるの、わかりますか？こちらについてはですね、例えばそのタレントさんやまあ有名人の写真をそのまま使えば、撮られた人の肖像権ですね、顔の、はいはいはい、さらにはその撮影したカメラマンにもその写真について著作権が発生しているので。カメラマンにも著作、なるほど。そうなんですよ、実際撮った、まあちょっと話すと長いのであれなんですが、はい、カットしてもらっても全然いいんですが、はい、昔アメリカの大統領選挙があって、はい、その大統領の写真を撮って、はい、それをビラに、回したんですね、巻いたんですね、うんうんうん、でビラに巻こうと思って印刷した後に
しまった、このカメラマンの許可得てないって言って大問題になったことがあったりしました。許可を取ってこないと著作権侵害で1枚いくらみたいな風で損害賠償がバーンってなっちゃう。なるほど、うん、じゃああの、うん、テレビのあの写真を出すには結構めんどくさい手続きが必要だってことなんですね。じゃあその許可がなる、なんか取りづらいとか、例えば写真代がすごく高額だとか、そういった場合にイラストにしているとか、そういったことがあるんですかね。っていう配慮が働いている可能性はあると思います。あー、なるほど。うん、とはいえ、まあ何でもイラストにすればセーフかというわけでもなく、あの写真みたいに、ね、写実的にすごいそっくりに描いちゃうと、それはそれで著作、あの肖像権侵害だって言って争われた事件なんかもあります。あ、そっくりすぎるとダメだっていうことですか。あの、ね、昔だと和歌山毒カレー事件というのがあって、はいはいはい、カレーの中に毒入れ生産カリかなんか入れて問題になって、はい、あの裁判所の中でも法廷のストありますよね。法廷がですね、はい、あれってその裁判所の中でその被告人がいるところで写真撮っちゃダメなので、うん、それを代わりに絵で描くわけですけど、はい、それがあまりにもね、写実的だって言って争われた事件なんかもあるので。あ、そうなんですか。それはダメだっていうことになったんですか。そうですね。あの、それ結論としてはすみません、ちょっと曖昧なんですけど、はい、そうやって争われること自体危ないのでね。そうなんですね。で、あとまた逆にね、こう、へんてこにね、この加藤の顔をこう、変顔みたいにすると、それは名誉毀損だって言われちゃう可能性もあるので。ああ、似すぎてもダメだし。的な顔にしてます、みたいなね。ああ、なるほど。そうなると、それ、A 自体が名誉毀損になりかねないので。へえ、じゃあ、難しいですね。いやいやいや、まあ、あの、うますぎるといかんって変な話なんですけど。例えば昔、あの、モノマネ王座決定戦とかで、はい、まあ、あれは当然、はい、あの、許可取ってると思うんですけど、はい、面白い絵にしてたじゃないですか。パリスナオ先生、はい。はい。ああいうのも、もし無許可だった場合、これなら OK、これはならダメだっていう線引きは、人によって、私はこれ OK 出すわよとか、そういった感じになるってことですかね。まあ結局その名誉毀損かって話になれば、それは一般的に言ってね、そんな絵はないよねっていうなれば、あの誹謗中傷するようなね絵だったらアウトですし、感じ方も人によりますけどね。なるほど。そんなにはその写真に比べれば、あのあれは下がる、ハードルは下がるかなと思いますね。まあ僕も含め YouTuber、映画関連の YouTuber やってる人たち、みんな気になるところだと思うんですけど、引用についてですね。まあ、引用っていうのが、どっからどこまでが引用なのかっていうのが、非常に僕ら素人からすると、まあ、とっても難しく感じるんですね。で、僕が感じた感じだと、この引用っていうものは、例えば、歴史学者が自分の論文なり何なりで、歴史について、何か文章を書く場合、自分のこの自説に対して、それを裏付けるために、この他の人の著作を引っ張ってきて引用して、ここでこの先生はこう言ってます。従って私もこう思い、みたいな。そういった使い方をするのが、この引用っていうところの法律の成り立ちになってんじゃないかなっていう気がするんですよね。はい、に対して、例えば僕とか、他の映画系、まあ、映画だけじゃなくて本でも何でもそうなんですけど、その著作物自体を評論しようっていうふうにする場合、引用っていうのがどこまでどういう線引きができるのかっていうのが、すごくよくわからないんですよね。本当に引用っていうだけで本が一冊、引用の本があったりするんですよ。そうですね。何をもって引用かっていうのは非常に本当に難しいです。うん、まあ、本当にまあ抽象的にわって言えば解説がメインなのか、うん、その引っ張ってきたものが自由だと、うんうん、おまけであると、はい、いう形になっていないと危ないと。うんうん、まあ、引用であればもともとの著作権者の許可なしでね、もっと出せてしまうものなので、うん、はい、でまあ、
ファスト映画はもう全然これ引用っていうレベルではないので、ね、最後に、ね、最後に感想を言いましただったら許されるか、うん、そういうわけではないですから、はい、あれはまあ全然引用の、あの要件は満たしていないとは思うんですが、どこからが引用でどこまでが、あ、著作権者の許可もいらない引用で、ここからはこれは引用じゃなくて、著作権者の許可がいるよとなると、その線っていうのは相当曖昧というか、うん、一概に入って誰も言えないです。そうなんですね。すみません、ね、質問に答えてないって言われそうなんですが。いや、でも多分そうなんだろうなと思います。例えば、加藤先生の動画の中でも本をこう紹介したりとか、紹介とか出したりとか、例えば著作権はどこまで OK なのかみたいな動画でも、ここまでだったらまあいいだろうみたいな、そういう動画あるじゃないですか。はいはい。で、加藤先生は当然それは OK だと思って本を紹介していると思うんですけど、はい、それですらダメだって言われる可能性はあるってことですか？ゼロではないですよね。ああ。著作権者が裁判を起こされたら、例えば受けて立つしかないって話ですね。ああ。うん。ということは、もう、著作物に対しては、一番安全な状態っていうのは、全く触れてはいけないっていう感じになっちゃいますよね。もうその、絶対にね、嫌です。もう裁判とかとんでもないっていう人であれば、そうなってしまうと思います。残念ながら。なるほど。うん、まあ、だけどそれがね、果たしていいのかっていう問題はもちろんあります。そうですね。うん、さんの動画の中でですね、引用の線引きというものを、の動画がありまして、小林義則裁判の例を出すって言ってやっていて、氏はですね、1対1以上であれば、問題ないというふうに、裁判の判決が出ましたと。だから極端な話をすると、宮崎駿の1時間のアニメを流しながら1時間以上喋れば引用とみなされるっていうふうに、言っていたんですけれども、この引用とその何、銃である引用と種である感想なり、そういった解説っていうものの分量っていうのはどの程度だったらいいとか、そういったのはありますか？だいたいこんな感じとか。この動画、私も須藤さんに、教えていただいて拝見したんですが、はい、あんまり言うと怒られますけど、結構うーんって思うところがたくさんあって、例えば最初にそのアナウンサーが喋ってることをイヤホンで聞いて、それをそのまま喋るんだったらそれはセーフなんですよって言うんですけど、はいはいはい、アウトだと思うんですよね。ああ、なるほど。うん、で1対1ならセーフっていう理屈も、果たしてすみません、その、オーマニズム宣言から導か、まあ、出せるかっていうと、1対1っていう基準を出している多分弁護士の本はないのかなと思っています。あ、うん、1対1じゃちょっと少なすぎるみたいな感じですかね。そうですね、そうですね、うん、それでは主従とは言えない。うん、あのこれはこの本なんですが、はい、18歳の著作権入門っていう、この福井先生、まあ、福井先生よくテレビに出てくらっしゃる、はい、うん、著作権の権威の先生なんですが、この本にもですね、はい、もしその厳密なところでアドバイスを何パーセントだったらいいんですかって言われたら、もう全体の数パーセントだっていう話も出てくる。引用はせいぜい全体の数パーセントにとどめて、まあ、そこの部分、他の要素も問題になるよねと。うん、うん、っていうふうに言ってらっしゃいますし、あと大事なのは、万一ね、はい、これ著作権侵害だと言われたときに、はい、さんが言ってたからですとか、弁護士が言ってたから、さんが言ってたからですってのは当然言い訳にならんですよね。はいはいはい。ならないですし、弁護士が言ってましたっていうのことすら、言い訳にならないので、うん、じゃあ何を信じたらいいんだって話なんですがまあ、よりね、より信頼性が高いかな、弁護士が言ってた方がまだマシかなって話なんですけど、弁護士が言ったからやったんです、セーフだと思いましたっていうのは警察は知らんと言いますし、裁判官もそれは知らん人があんたが悪いよねっていう、まあそうですよね、裁判になったらその弁護士とこう対決していくわけですからねなるほど。じゃあ基準っていうのはもう
合ってないようなものっていう感じですね。まあ1対1っていう基準は危ない、うん、64だからいい、73だからいいっていうわけではない、うんうん、だから解説部分だけでそれで干渉に耐えられるかって話ですよね。で、何のためにここを、ね、引用してて、自分の感想を言うためにはこの場面がどうしても必要だったっていう、その必要性みたいな話も問題になってくると思います、うん、今回 YouTube がファスト映画として捕まったんですけれども、まあ、世の中には YouTube 以外にもたくさん映画を取り扱ったインターネットサイトもろもろいろいろあるじゃないですか、はい、その中で、まあ、多分 YouTuber が捕まったのは YouTube そいつが目をつけられたからっていうことなんだと思うんですけれども、まあ、そうなってくるとやっぱこっちとして気になるのはですね、大手企業によるレビューサイトっていうのが、まあ、存在して、 Yahoo 映画レビューとか映画 .com 映画レビューとかフィルマークスとか、そういう映画レビューに特化したアプリとかもあったりするんですけれども、これらの大元はひょっとしたら映画会社の許可を得て、あなたの映画をここでレビューサイトに登録しますよっていうのをやっているのかもしれませんけど、そこにレビューを書き込むのは一般人が、書き込むわけですね。で、はい、その一般人はそのレビューの中に完全にネタバレとかオチとかも、その物語の詳細とかも全部書く人もいっぱいいるわけですよ。読書感想文書きなさいって言ってあらすじ書くような小学生と一緒で、そういうのがいっぱいあるんですけれども、これらについては例えば、このレビューはあまりにも詳細に書きすぎているから著作権違反だというふうになったりとかいう場合があり得るのかどうかですね。あり得ると思います。あり得るんですね。あり得ると思いますし、その掲示板の管理者がその会社でやっているのであれば通報を受けたら、まあ、そこの掲示板のところで判断で、まあ、非公開にするとかしないと管理責任って話にもなると思います。そういうサイトって大体ネタバレを書く場合は、まあ、これも書く側の個人的な設定なんで、管理会社側が何か設定するわけじゃないんですけど、この感想文にはネタバレがありますとかなしですとか、そういうボタンがあるんですよね。だからネタバレ見ても大丈夫ですよっていう人はこのボタンを押して文章を見てくださいってなってるんですけど、このネタバレありなしのこのボタンがあるかないかで何か変わったりとか、そういったことはあるんですかね。そのネタバレっていうものの、その何でしょうがぼわっとしてるので、いろいろ人によって違うとは思うんですが、その筋ですよね。まあちょっと前流行ったあの漫画で、あの進撃の巨人という漫画があって、感想を一見書きながらも全部コマのしていくっていうサイトがあって、コマの当然アウトなわけでして、で途中からセリフを書き始めてたんですね。セリフだけ、画面画像なし。でセリフをずっと書いていけば、そんなの当然セリフも著作物なので、なんですよね。なので筋、まあ、ネタバレ、犯人はこいつだって言った話になれば、それは、映画の売り上げを下げるから業務妨害だとか、そういう話は、まあ、別として、それだけ書いてある分だったら、果たして著作権侵害なのかっていうところは問題になると思います。むしろその筋がビーッと長く長々と書いてあればですね。ネタバレだからアウトってわけではなく、ネタバレなしでも最後の最後はさあ誰っていうふうで書いてなくても、途中のセリフをねビーッと丸写していれば、それは著作権侵害になってくるかなと思うんですね。ネタバレのあるなしはあまり関係ないっていうことですね、と思います。よく言われる、これによってお金を稼いでるからダメなんだみたいな、そういった話っていうのはどうなんですかね。あんまり関係ないですね。関係ないですよね、ってことは、それが原因だとすると無料だったらやっていいのかってなっちゃいますもんね。おっしゃる通りです、だから無料だから自分のチャンネルは収益化してないからセーフとか、そういう問題じゃない、アフィリエイトつけてないからセーフとか、そういうわけではないので、結局だから難しいということがすいません、わかりました。まあ、その、はい、私も今回すぐわさんからお話をいただいて、いろいろ改めて、まあこんなね、いろいろ本がですね、こういう
コンテンツビジネスの話とか、ウェブサイトの著作権とかもこういう、うん、これは先ほどの福井先生の書かれてるまた本なんですが、うん、でちょっともう一回勉強し直したんですが、そのありがとうございます。同人誌も、はい、例えばあれは白か黒かっていうと黒になってしまうパターンもありえて、うんうんうん、実際そのポケモンですね、うん、登場人物の薄い本を書いた人が、はい、逮捕、まあ、薄い本、やらしい本を書いて、はい、まあ、それ通報されて逮捕までされてるんですね、うんうんうん、いきなり逮捕ですから警告なしで、うん、だからそういった意味ではその危ない、うんうん、その原作に対するそのリスペクトというかですね、うん、あのコミケっていうのは相当もうグレーなところでやっているんじゃないかなと。そうですね、うん、だからこそまあここが盛り上がってるところにまあバサッと規制をする気はないとは思うんですね。そうですよね、うん、もう今だってプロの方がコミケ出してたりもしてますし、コミケからプロになった方もいっぱいいるし。おっしゃる通りです。うん、だからまあ今回のそのいただいたテーマでそのファスト映画がなんでいかんのかって話になったら、それを見ればもうそれで満足しちゃって、うんうんうん、もう映画館行かないですよね。そうですね、ファスト映画は、まあ、どう考えてもダメだろうなとは思うんですけど、うん、DVD も売り上げ下がっちゃいますから、うん、まあ、だからそれに対してその菅さんのような解説動画ですよねであれば、うん、あどんな映画だったかなみたいな風でまた関心を呼んでオリジナル作品もう一回見てみようかなっていう話になってくるのかなと思うんですね。あ、うん、まあ、そういった意味ではその全く観点が違うんじゃないかなと。うん、であとまあそのグレー、なんでもね、白、すべて白にしようとすると非常に息苦しい状況になってしまいますから。そうですね。かえってね、そのある程度模倣があって、うん、文化っていうのはどんどん発展していくものですから、うんうんうん、あんまり息苦しいのもなと、すいません、弁護士の立場からあんま言えないんですが。そうですよね。だから、本当に厳密に守るとなると、もう一切話をしちゃいけないっていうことになって、それはどう考えたってよろしいことではないと思うんで、難しい、難しいな。まあこのカットはね、例えばこのカット素晴らしいですよねとか、ロッキーの最後のところに後ろに電車走ってきましたと、この場面はこういう意図があるんですみたいな話であれば必然性はありますよね、はい、うん、そうですね、うん、だから、まあ、まあ画像とか使うんであれば、その画像を使う意義っていうのが必要だってことですよね。そうですね、おっしゃる通りです。何の関係もない画像をただ積み重ねていってこういうお話でしたっていうのは、まあどう考えても無理だと。うん、ちょっと前流行ったあのアナと雪の女王で、うん、歌の場面があるんですよね、はいはい、リゴーの歌うところでそこで口パクして、はい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 、真似して踊る、はい、あって走っていくっていう動画が1000万再生とかされていたんですよ。そうですね、あれディズニーは黙認なんですね。そうですね、ディズニーなんて権利に厳しいでおなじみなのに、ね、昔はミッキーの絵を描いただけで消させたとかいう都市伝説があるぐらい、うん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 、うるさいところが黙認しているってなると、まあそれは映画が盛り上がるからよしと、そういうふうな、うん、そうですね、危険なのかなと。もうこれは推測ですよね。でもそれだば、だから一番最初に挙げる人はものすごい勇気が必要ですよね。これあげたらだって何百億もひょっとしたら怒られるかもしれないって。刑事罰が、ね、そうですよね、うん。でも実際あげたら黙認で世界中がみんな真似してって、はあ、難しいですね。いやね、そこはなんだろう、権利者、著作権利者に命を握られてるっていうのはなかなか恐ろしい、うん、うん、ところかなと思います。まあ、なかなかだから裁判所も分かんない、分かんないですよね。今裁判、あの YouTuber 対 YouTuber の裁判私やってるんですけど。あ、そうなんですか。そうなんですよ。この通報制度とかね、プラットフォームとしての意義とか。あ、そうですね、通報の動画もありましたよね。ありがとうございます。はい、見ました。チャンネルがね、削除されてしまった場合の恐ろしさっていうのは YouTuber しか分からんじゃないですか。そうですね。だあれ、僕自身はよく分かってないんですけど、はい、削除依頼っていうのは、あの権利者じゃなくてもできてはしまうとなんですよね、あのチェックマークを入れれば。本当に権利を持ってない人でもチェック入れればできてしまいます、ね、ああ、やっぱそうなんですね。ただ通報、それそうすると虚偽通報、まさに虚偽通報なので、うん、そうするとそのアカウント自体がバンされる可能性もありますから。
うん、いたずら目的とかね、変な正義心でやるってのは危ない、めちゃくちゃ危ない。あくまで YouTube としては著作権者からの通報しか受けてないはずです。よく聞くのは音楽の権利とかで、全くその権利を持ってないのに権利を持って、勝手にどっかで権利、外国で権利を持ってるっていうことにして引っ張ってくるとか。はい。あの先生も動画の中でおっしゃっていた、あの、江頭2時50分の動画とか。はい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 。あんなのだってどうしようもないですもんね。いや、ほんとそう思います。うん。それを持って脅迫とか恐喝をしているっていう恐ろしいグループもいるみたいですし。そうですね。収益だけ取っていくとかですね。うん。うんうん。まあまあ、あの、YouTube について言えば追いついてない？そうですね。うん。ね、毎分何百時間とアップロードされていて、うん、1日あたり、ね、何万件、何十万件のその通報が入ってるって話ですから。うん。全世界でね。はい。わかりました。難しいということがわかりました。すいません、本当に。奥歯に、ね、なんか物が挟まったようなことしか言わなくて。いや、とんでもないです。断言しないなってよく言われるんですけど、本当にすみません、あの、断言する人は信じないでください。なるほど、わかりました。むしろあの、自信満々でね、こうですっていう人の方が受けるんですけど、うん、まあ、そういう人は危ない、逆に。なるほど、いや、今回本当に加藤先生にお話できて、お話いただいて、僕としてもすごく勉強になったし、著作権とかそういったものが本当に難しくて曖昧で何とも言えんもんなんだなっていうことがわかりました。はい、本当にあの、この福井先生の宣伝じゃないんですけど、うん、18歳でも読めるようにっていうなってる本なので、うん、私はこれ何回も読んでます。なるほど、 おすすめでございます。ということで、今回は早草総合法律事務所の加藤幸秀弁護士にご登場いただきました。どうも加藤先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、加藤先生とのお話お聞きいただきましたでしょうか。まあ、引用の線引きっていうのはね、ここというのはできないくらいめちゃくちゃ曖昧だということが分かりましたね。ここはもうこれなら OK ということはありえないということが分かりました。弁護士である加藤先生の動画ですら言われたら戦うしかないというふうにおっしゃっていたんで、もうこれはどうしようもないというふうに考えるしかないですね。まあ、例えば同じ落書きでも、その辺の若者が書いた落書きはダメだけど、バンクシーが書いたのだったら称賛されるみたいな。ね。違う。例えが違いますか？この何？どっからどこまでっていうのは言えない。その人次第みたいなね。そういったところがあるんじゃないかなと思ったんですよね。で、あの動画の中で加藤先生もおっしゃっていて、僕も、ああ、そんなのあったなと思い出したんですけど、アナと雪の女王のあの歌の動画ね。まあ、確かにあれはある意味画期的でしたよね。だってあれディズニー映画であって、しかもディズニーの映像を使って、カラオケですらない音声、音楽そのまま使って、本人たちは口パクしているっていう動画ですもんね。あの時流行ったのってそれですよね。口パク動画ですよ。映像は流して、音声も音楽も全部流して口パク動画。これが削除されなかったっていうのは相当画期的でしたね。まあ最初にこれをアップした人がどういう気持ちでアップしたのかはわかりませんけれども、収益目的でアップしたのか、それともただ単に面白い動画を作ったぜっていう軽い気持ちでアップしたのかどうかわかりませんけれども、明らかにこれは違反であって、著作権に厳しい厳しいって言われているディズニーからすれば、上げた瞬間にもう賠償何億って言われる可能性すらあるわけですよね。でもこの動画によって世界中でアナ雪がブームになって、で、驚くことにディズニーはこれを完全に黙認して、むしろ CM 宣伝として使っていたと。日本のテレビでもワイドショーとかいろんなところで取り上げたと。こんなのが流行ってるんですごいですねって、面白いですねってやってると。こういうことが起きたっていうこのことをどう考えるかですね。完全な違法の動画だったにもかかわらず、天下のディズニーが黙認したっていうこの事実。っていうか、まあ、著作権の場合は考え方が難しいっていうところもあるんで、著作権の侵害を犯したと
考えられたという時点で法律違反っていう考えもあれば、まあ基本申告罪なんでね、向こうから著作権を侵害されてますと言われたら犯罪となるみたいな、考え方が2つあるらしいんですけれども、でそれによって映画の売り上げっていうのは確実に数百パーセント上回ったと思います。あの動画があるないではね、数百パーセント違うんじゃないかなと思うんですよね。だからもちろんですね、アナ雪が成功したからといってじゃあいいじゃんってなることはないんですけどね、アナ雪が成功してああいうことが起きるんだから俺だって勝手に映画の動画使って流行らせようとしたっていいじゃんっていうのはまたもちろん全く別の話で違うんですけれども、ただですね、あの筋肉マンネタバレ感想事変があったじゃないですか。筋肉マンのネタバレ感想事変ね、僕はあえて事変と言いましたけど、僕これ実はこの事件のこと、事件というか事変のことを知らなくて、この加藤先生との対談の後に知ったんですよね。だからこの話も加藤先生に聞けたらよかったなーって、まあ今となっては思っているんですけど、筋肉マンネタバレ感想事変ってどういうものかっていうと、簡単に言うとですね、筋肉マンの新作がウェブ配信された直後にですね、漫画をスクショしてネタバレを載せるという人がいたということなんですね。まあそんなの困るじゃないですか。スクショしてネタバレされて、今回のお話はこういう話でしたって、詳細に書き込むっていうことをされたら困るから、集英社がですよね、もしくは集プレ、集英社だと思うんだけど、ネタバレに対して法的措置を取るっていうふうに警告をしたんですよね。筋肉マンのこの件について新作が上がった瞬間にネタバレの投稿をして非常に迷惑をしていると、こんなのはダメだと、法的措置を取るぞ、ネタバレに対してはもう法的措置を取るというふうに言ったんですね。そしたら読者のみんながビビってしまって、まあ筋肉マンだけじゃなくてジャンプ作品とかその他の集英社作品全体的にもネットで感想を書くと捕まるんじゃないかというふうにみんながビビったわけですね。でネタバレを書いたらダメっていうふうに言っているけど、ネタバレっていうのはどっからどこまでがネタバレなんだっていうのも全く線引きがされてなかったわけですね。ネタバレって一体何を言っているんだと、ネタバレなくして感想なんか言えるわけないので、となるともう大変な騒ぎになって炎上したんですって。まあ僕この炎上僕知らなかったんですけどね、もし捕まる可能性があるんだったら一切今後筋肉マンに対してのツイートとか、感想を言うっていうことはしないとか、これまで筋肉マンを好きで追っかけてきた何ホームページとかブログみたいのをもう閉鎖しますって言ったりとか、まあ実際この発売された後もなんか全然ネット上で盛り上がらなくなってしまったと、面白かったとかそんなんばっかになってしまうみたいな、そんなことがいろいろあってまずいまずいというふうになった集英社側は、あの感想は言ってもいいですとか、実際に訴訟になるということはまずありませんとか、まあそういう感じでうやむやになって終わったみたいな、そんな事件があったんですよね。まあ実際ここの場面で、筋肉マン側が言っていたネタバレというのはどういった意味だったかっていうと、普通に考えればね、常識的に考えれば今週の筋肉マンの頭からケツまでを全部事細かく説明する、まあ文章で説明する、もしくは紙面を画像にしてアップしてとか、そういったことをするっていう、そういったことがダメだよっていう意味であって、普通に感想を言う分には大丈夫っていうふうに集英社側は思って言ったのかもしれませんけど、でもそんなの僕たちには伝わらないわけですね。ネタバレがダメだとか言われたらどこまでがネタバレなのかっていう判断は誰にもできないんで、だからまあ炎上してですね、嘘みたいなネタバレがあっても感想も言ってもいいですとか、よっぽどのことじゃないとほぼ 100% 訴訟になるということはありませんみたいなね、そういう言い方をして鎮火に至ったみたいな、そんなことがあったんですよね。だからまあすごく難しいんですけど、今回のねこの映画の YouTuber、 ファスト映画 YouTuber 逮捕もこれにすごく似ているところもあるなというふうには思うんですよね。だからそこまでしちゃダメじゃんっていうのは、まあ、常識的に考えてわかるじゃないですか。でもそこの線引きを出
版社側とか映画会社側がするってのも難しいと思うんですよ。ここまでだったら OK、ここまではダメっていう線引きをするっていうのは、まあ難しいなというふうには思うんですよね。かといってこっちの受け手側が自分たちでじゃあここまでは線引き、ここまでは OK にしようとか、そういうふうに各々勝手に決めていいのかとか、各々勝手に決めるってことは人によって線引きの線を引く場所が違うっていうのもあるけど、一本も線が引けないっていう人が多いと思うんですよ。ネタバレダメよ、常識的に考えてねっていうふうに言われただけで、どこに線を引けばいいかっていうふうに思った時に、線を引く場所は一つも僕には判断できませんと。僕はどこにも線を引くことができません。だからもう言うのをやめますってなるっていうことは十分にあり得ることなんで、だからね、だから難しいんですけど、結局ね、今回加藤先生とお話ししてもどうやったって難しい曖昧線引きっていうのは、どこで引けば正解っていうのがないんでわからないんですけど、まあ、結局僕が言いたいのはですね、あんまり押さえつけるとか、なんかね、最強のジョーカーのカードを急に出すとか、そういうことじゃなくてですね、まあお互いうまくやっていこうよと思うんですよね。もちろん悪質なのは何とかしなきゃいけないんですけど、ただファンにまで萎縮させてしまうっていうのは違うと僕は思うんで、おそらくね、著作権者側はいや、ファンなんかどうだ、ファンだろうが何だろうがどうでもいいんだよって思ってるのかもしれないし、いや、ファンのことは大事にしたい、だからその線引きっていうのはこちらから示すことはできないけど、まあうまくやってほしいなって思っているかもしれないし、僕たちは向こうがどう思ってるかわからないんですね。だからこそ、その最強のカードみたいのを急に出すみたいなことは多分ね、あんまりいいことにはならないと思うんで、うまくやっていけたらいいなというふうに僕は思っています。まあ、今回の動画、弁護士の先生に著作権についていろいろ聞いて、まあ、引用の範囲っていうのはね、このあたりっていうのは、まあ、非常に曖昧な答えに、どうしてもね、決まってないんで曖昧な答えになってしまいましたけど、なんとなくこんな感じっていうのは伝わったかなというふうに僕も思っていますんで、だってみんな好きな映画のことを誰かと共有したいとか、自分の映画についての考えを述べたいとか、こんな映画があるんだよ、みんな知らなかったら見てね、面白いからっていうふうに言いたいとか、そういったのって欲求として絶対にあるんで、そこを取り締まるっていうことをするはずないと僕は思ってますんで、だからあんま変に萎縮する必要は多分ないんです、多分ね。だからまあ今回のこのファスト映画の逮捕によって、おそらくこの露骨な、どう考えてもダメでしょっていうのは多分、淘汰されるというふうには思うんで、この後はどうしていくかっていうと、まあうまいことやってほしいって感じですね。線を引くのは多分無理ですからねえ答えは出ないんですけどね。でもお互い映画が好きで作ってる人、映画が好きで見る人っていう、お互い好き同士なんだからね、うまくやっていこうぜっていうふうに僕はまあ今回思いました。ということもあって、今回この映画じゃねえやこの動画作りました。まあ僕はやっぱどうしても一瞬でもほんの小さな段だったとしても、映画文化が今回のでちょっと一段落落ちちゃったんじゃないかなって、語るのは怖いっていうふうに思った人がたくさんいるんじゃないかなというふうに思ったんで、まあ一応こんな動画作りました。ということで今回は、弁護士加藤先生に聞くファスト映画と法律みたいな、そんな感じの動画でした。映画ファンの皆さん、映画が大好きなんだから皆さんは多分大丈夫です。それでは。